미야지마가 자신만의 시간기계 가제트를 발명하고 첫 전시회를 연 것은 1987년 이곳 하라뮤지엄에서였다. 그는 불교 사상을 바탕으로 오랫동안 고민해온 시간에 대한 철학 세 가지를 작품에 담아 발표했다. 세상의 모든 것은 변화한다. 세상의 모든 것은 관계를 맺는다. 세상의 모든 것은 영원히 이어진다. デジタルのその光というものをこう使って、これはその非常にコスモポリタンなもので何もその東洋的だとか日本的だとかそういうことは全然関係ないわけですよね。で、それによる表現っていうものがまた、これがその世界のユニバースにつながってて、まあ、私の理解では、こう世界、宇宙がある中でですね、こう人々がいろいろ生活し動いたりして、いてみんなそれぞれ、個人個人の行動をしているわけですよね。ですから彼のそのデジタルのライトがそのゼロになったり1になったりとかこの何のその規則もなくついたり消えたりするというあの行動っていうのはその人間の行動に似てるんだけど、しかし全体として見るとそこに一つのまあ、ルールというのかね、一つのこのパターンがあるわけでしょう。미야지마는이후20년동안디지털아트작품을만들면서이세가지법칙을일관성있게지켜나간다최근에발표된미야지마의작품들은업데이트된첨단기술로인해단순미와인공미가강조된다그러나윤회와순환등주제와이미지는역시불교적이다이거대한휘랑의공허함은보이는과학과보이지는않으나존재하는철학을결합시킨미야지마의솜씨다앞으로의천년은문명의충돌로예언된다지난천년은보이는것만을샘으로삼는서구문명의것이었고다음의천년은보이지않는것을성찰하는동양의시대다때문에록봉기의모습은의미심장하다일본은서구문화의식에상처가깊었던록봉기를과학의힘으로다시세웠다록봉기의상징이된미야지마의작품은영을상징한다서구의디지털문명은영을죽음이라말했지만미야지마는무엇으로든변할수있는비어있는상태공이다단순나だけにでしかしこう無限のこう変化があるその数字が変化していくスピードまあこれはある意味でその人の性誕生して1というのが誕生この世に生まれるということであれば徐々にこう数字が増えていく成長していろいろなことを学んで、そして、成熟して老いていくで最後には亡くなっていくでそういうその人生の、人の生き死にそれもその数字の変化に固くしているでそういうことまで含めてですねなんかこう一旦こう見始めるとですね
なんかこう引き込まれていく。でそういうその魅力をね、宮島さんの作品は持ってるように思います。우리는최근광주비엔날레에출품된작품에서그의변화를발견했다スピードがそれぞれ違ってる約400近くの LED が川のようになってます。で、真っ暗い部屋にそれが真ん中にあって、観客はまず入ると真っ暗い部屋で川を見ることになります。その数字の川、時間の川と呼んでますけれども。최근다치오미야지마의작품은역사와사회그속에서살아가는인간의삶에더욱가까워졌다いろいろ話し合ってるうちに、やはり南北の問題、それから38度線の問題で、それはなんか越えられそうでなかなか越えられない壁というか、それは渡れそうで渡れない川のようなもので、その例えばイムジン川とかっていう歌もあるように、何かこう川のようなもの、 それは歴史がこう積み重なってる、時間が重なってる川のような感じ、それが漆黒の闇の中にあって、それを人々は越えようとするんだけど、ちょっと越えられない感じがあって、でもそこに一つの橋がかかって、それを越えて向こう側に行こうよという、そういうメッセージが込められています。사실다루는소재에서보다구체적이됐을뿐미야지마의주제의식은변함이없다그의작품에서세기말적인시각을느끼는관객도있지만미야지마는늘미래와과학에대해낙관적이었다これは撮らない方がいいですよね。場所が分かっちゃうからね。そうそうそう、それ撮っちゃダメ。いや、撮ってもいいけども、場所だけ教えなければいい。ああ、なるほど。わかりました。そうでしょ。미야지마가광주에온또하나의이유는이감나무때문이었다일본인이심었다는표지판이반일감정을자극했는지벌써여러번상처를입었다심은장소를모르게촬영해달라며신신당부다심었는데뭐한달두달안에누군가모르요포박가버렸어요없어져버렸어요거기서표시가뭐하나도없어졌대뭐나나무자세가하나도없네그래서어떻게했는데이제체풀했다고그렇게대답이요 또2년1년후에또심었어요